おい、たぬきちこっち向けよ。はい、ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、今回は、今ね、私のマイルが2600マイル溜まっとんやけど、これを5000マイル貯めて、たぬきちに返済?まあ、支払っていこうと思う。ってことで、とりあえず、目指せ釣り名人はあと5匹でいける。昆虫ハンターもあと2匹でいける。ということやから。よし。森のウッドカッターって何？無人島の発展はタヌキ開発の目標だらも。そのためには資源もたくさん必要だから、木材を切り出した数に応じてマイルをプレゼントさせてもらうだらも。あ、これもいけそうやね。よし。さあ、それじゃあ。それじゃあ。あ、待って、プレゼント飛び寄る。じゃ、マイルを貯めていきますかね。は。は。やったー！初撃ち落としたよ。さあ、中身は。あ、黄色チェックワンピース、やったー！おしゃれができる。おー、いいね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 。だいぶいいね。あ、かわいい。え、超かわいいんやけど。やった。やった。でももうちょっとなんか、なんやろうな、シックな感じの、帽子があればいいんやけども。まあ、とりあえず、木材を切り出しますか。で、多分こうやって木材切り出しよったら、道具も壊れると思うけん、あの道具クラッシャーの方もいけるやろ。っていうね。で、資材も手に入るけん、ま、DIY できるものも増えるやろうし、いやーいいね。一石三鳥ぐらい。お、来た来た来た。はい、これで、たぬきマイレージ。森のウッドカッター、やったね。さあ、これで肩書きゲット、某プロデューサー、たぬきマイル300マイルゲット。某プロデューサーってなんだ。どういうことだ。よし。ことで、この辺も、あ、あれ必要なやつじゃない？あの、DIY に。何やったっけ？お！お金。もはやお金と呼ぶけど。これこれこれ、鉄鉱石。これ何に必要やったっけ？なんか焚き火、キャンプファイヤー？はい、来た。あ、お金出た。ベルが出る岩は今まで通り、一箇所って感じかな。くっ。いや、しかし良きだね。あ、そしてちゃんとこうやって、最初から財布の中に入れてくれるんやね。あ、だいぶ。うん、8550ベル、めっちゃいいやん。超いいやん。やったね。これ普通にさ、木を切り出しよっても壊れるんかな？いいよ。あ、壊れた。はい、来たよ。しょぼいのが壊れちゃった。あれ？毎回マイルが溜まるわけではないということか。次は何回壊せばいいの？ん？どういうこと？どういうこと？わからない。2ってなっとる、なんか。ちょっと待って、他何かできそうなの？昆虫ハンターへの道。昆虫2匹捕まえればいい。とりあえず、まあ、いっぱいいっぱいやけん。あ、でもこれ手に持ったら2匹いけるか。おっしゃ、おった、モンシロチョウ。へい。いいね。拍手とかしてくれないの、ハンナちゃん。そしてそこにもモンシロチョウが。か。やったね。さあ、これで。これで、マイレージは。お？え？網まで壊れるの？マジで？しょぼいシリーズは全部壊れるんですか？もしかして。まさかの。
道具暮らしで役まだダメか。はい、昆虫ハンターへの道。自然豊かな無人島には虫もいっぱいいると思うだろも。虫を捕まえた数に応じてマイルをプレゼントするだろも。ってことで、肩書き、生まれたての卵ゲット。300マイル。なんかまだまだな気がしてきたな。目指せ釣り名人。5匹。ということだから、フルーツ狩りを楽しもうもあるな。貝殻拾いの達人は？あと2個やん。いけそうじゃない？貝殻拾おう、貝殻。待って、拾えるかな？とりあえずちょっと売り払ってこよっか、いろいろと。よいしょ。どうも。アイナさん、いらっしゃいませ。今日はどうなさいましたか？買い取って。もう結構お金も貯まったね。いい感じ。ってことで、モンシロチョウ。ちょっとこの服も2ついらんかな、とりあえず。で、金鉱石も売れるし。とりあえず、アゲハとモンキも。その辺いっぱい飛び寄るけん、大丈夫やろ。フータ君が来たらまたその時に捕まえよ。いろいろお持ちくださったんですね。では計算しますと。はい。では、合計1万1080ベルでのお買い取りでいかがでしょうか。やっぱ金鉱石1万円ぐらいしたってことかな。ありがとうございました。またいつもお気軽にご利用くださいませ。そして、作れるものも、いろいろと作っておこう。DIY する。さあ、これで、あ、素朴な DIY 作業台。よし、これを作ります。これで、自分のところのテントの近くに置いといたら、多分そこでも DIY できるっていうことじゃないんかな。もっと作る。さあ、これで。あとは、もう作れるけど、まあ、まあ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 。まあ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 。じゃあ、とりあえず、貝殻を拾おう。貝殻、貝殻。2個拾えば大丈夫ってね。3個は入るんかな。まあ、とりあえず他の、ちゃんと貝にしておこう。あ、そして、素朴な DIY 作業台をこの辺りに置きたいんですが。いいね。なんかもうこれこそまさにドラクエビルダーズって感じじゃない？ DIY で何か作ろっかな。ほら、これで。これで家から出てすぐに DIY の作業に移れるよ。やったね。さあ、これで、ちょっと待って、こっち側にも貝が。ん？なんか、瓶が。ちょっと待って、これで、あれ、今の、貝じゃないの？ 2 個じゃなかったっけ？え？なんか落ちてる、まだ。粘土拾い忘れとったかな。マイレージがたまらないんですけど、どういうことですか？あ、売った個数に応じてか。なるほど。売りに行けばよろしいのね。うん、うん、うん。ということで、ちょっと売り払ってきます。はい、売りに来たよ。さあ、これで多分またマイレージが溜まるけん、買い取って。とりあえずさっき拾ったサンゴとサンドダラーとホラガイ。はい、どうぞ。拾えばいいだけじゃないんやね。1320ベル、いいね。あの3つで。結構やね。だいぶやね。さあ、これで、たぬきマイル。たまった。貝殻拾いの達人。貝殻を売った個数に応じてマイルを進呈させてもらうだらも。種類によって買い取り価格が違うから、値段を覚えておくといいだらも。ってことで、肩書き、殻にこもった社会人。たぬきマイル300マイルゲット。まだ結構あるよね。伝説の釣り人って何？
狙った獲物は百発百中、それが伝説の釣り人なんだもん。魚を逃がさずに連続で釣り上げた記録に応じてマイルを進呈するだろう。そういうやつ。思い出を写真に残そう。カメラアプリを使って写真を撮るだろう。日々の何気ない写真、映える写真、たくさん記録に残して無人島での暮らしの様子をどんどん発信してほしいだろう。じゃあちょっとそれ、ここでみんなで写真撮ろうよ。どういう感じ？じゃあこの辺で。写真は、あ、そっか、ここか。カメラ。このカメラ機能をご利用いただくと、様々なフィルター、効果を使った写真を撮影することができます。撮影した写真は、ホームメニューのアルバムに保存され、同じ本体を使う他のユーザーの方も見ることができます。OK。あ、すごい、くっきり、ポップ、ふんわり、ドラマチック、フィルム、モノクロ、アンティーク、くっきり、ポップがいい。で、これはフレーム？フレームなし、シネマ。時計、何が時計？ああ、なるほどね。日付。フレームプラス日付。フレーム付けよ、かわいいけん。あ、で、これでなんかちょっと、上下左右動かせる。こういう感じ。中心どこ？この辺？この辺わからんけど。んで、あとは？あ、これで、なんか向きを変えられるんやね。あ、ちょっと待って、動いた。あ、動かせるんか。この状態でも動かせるんか。これで、どこ向いてんだ？みんなでちょっと上を向いとる感じ。おい、たぬきちこっち向けよ。こっち向けよ。あ、これで寄ることもできる。ほうほうほう。なるほど。で、他は別に何もないの。あ、閉じてしまった。せっかくいろいろとやったのに、ポップ。フレームあり。で、これで、ちょっと、上目で、この、どういう状態って感じやけど。これで、撮影、プラスボット。たぬきちちゃんとこっち向いてた？よし、これでいいや。お、これで。たぬきマイレイシ。思い出を写真に残そう。よし、これで。肩書き、映える写真好き。たぬきマイル300マイルゲット。お、もうあとちょっとじゃない？そして、パスポートの更新も忘れなく。パスポートは自分で編集できる項目もあるから、ぜひチェックしてみてほしいだろう。プロフィールの書き換えを行ってくれた人には、たぬき開発からマイルをお送りしてるだろう。ってことは、一言入れればいいかな。パスポート。一言コメント。あと、着替えもしとるけん、写真も撮り直す？これ、おはよう世界にしとくわ、私。おはよう世界。はい、決定。で、パスポート写真。写真を撮る。あ、なるほど。ここも変えれるんか。じゃ、ポップで。ね、なんか後ろにたぬきちおるんやけど、ちょっと待って、アップにしよう。アップにしよう。ちょっと待って。もう一回写真を撮るで。これで。あ、違う。これで、よ。場所を移動し、あ、くるくる回れる。だから何って感じやけど。これぐらいか？位置的には。いや、これでもうちょい。この辺か。よし、これで。オッケー。肩書き、はじめましての移住者。え、なんかいろいろ変えれそう。映える。映えるキャンパー。あ、これがなんかゲットした称号のやつか。映える姉さん。
映える娘にしとこ。あ、映える娘、なんやねんって感じやけど。はい、これで。イエーイ。パスポートの更新。オッケー。さあ、これで肩書き未来の旅人を、たぬきマイル300マイルゲット。あと900。あと900。え、この辺のはあれか。もうやっとやね。ショッピングで経済循環。島でベルを使ってくれれば経済も活性化して島の景気が良くなること間違いなしだらも。経済を回す応援として買い物のご利用額に応じたマイルを還元しちゃうだらも。これあとちょっとで家具買ったらいけるんじゃない？よし。買いましょう。ってことで、商品を見せて。ではこちらをご覧くださいませ。ってことで、飯盒と、買っちゃう。今私結構お金持ちやけんね。そしてちょっとバーベキューの、バーベキューグリルも、買っちゃいます。これでもういけたんじゃない？マイレージ。どうよどうよ。いや、もう OK です。どうや。ほら、いけた。さあ、これで、ショッピングで経済循環だらもん。肩書きコスパ重視の買い物好き。たぬきマイル300マイルゲット。あと600。島の景観強化キャンペーン。狙えバルーンハンター。これあと4回もいるんか。1回にしてよ。何これ、島で過ごすかけがえのない時。島での生活は楽しんでくれてるだなもん。あ、活動した日数。3日で1つ。まあ、多分300マイルとかなんやろうけど。もらえるってことやんね。なるほど。フルーツ狩りが20やけん、あと17個。ちょ、17個集めてくるわ、フルーツ。行ってきます。ゴーゴーゴー。あとなんかメッセージのやりとりがどうのとか書いとったよね。書き込む。何を書き込んでいいのかがわからねえ。とりあえず、ちょ待って、草取ったね、今。3、16、17、18。よし、これで OK でしょう。とりあえず、よろしくって書いとこ。キーボードオン。あ、これは？あ、なるほど。手書きができるってことなんや。へぇー。これからよろしくって書いておこう。よし。完成。めっちゃシンプル。超シンプル。よし。これであと、果物売って、溜まったんじゃない？これで。はい、果物売らせてくださいまし。買い取りしてね。買い取って。値段はどれぐらいになるんやろ ?200 ベルぐらい ?1 個。これと、あ、違う。これ。はい、決定。どうすか ?1800 ベル。あ、ってことは1個100ベルってことか。はい、売ります。まあ、18個売ったもんね、今。さあ、これで、これで溜まったんじゃない？たぬきマイレージ。フルーツ狩りを楽しもう。フルーツを売った個数に応じてマイルをプレゼントしてるだらも。島の特産フルーツはよその島で売ると高く買ってもらえることがあるみたいだらも。あ、そういう感じなんや。へぇー。これで肩書き未熟な関係。たぬきマイル300マイルゲット。あと300。あと300。これ。掲示板でコミュニケーション。島の掲示板へ書き込みをしてくれた人には初回にマイルをお渡ししてるだらも。仲間とのコミュニケーションにも使えるし、掲示板はどんどん活用するといいだらも。ってことで、肩書き、噂好きのインフルエンサー、たぬきマイル300マイルゲット。これで、5000マイル。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に
再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。今回はなんかめっちゃね、島を走り回って、いろんなことして、なんかすごい無人島生活、謳歌してる感じあったね。